駅前ロータリー周辺。駅構内の様子。世界遺産岩見銀山と書かれた看板。大田市駅は、島根県大田市大田町大田にある、西日本旅客鉄道3位本線の駅である。快速列車、特急列車はすべてこの駅で停車する。事務官コードは64万748。島根県の中央部、世界遺産で有名な岩見銀山と、 大仙沖国立公園の三部山への最寄り駅。島式ホーム1本と改札口に直結した短式ホーム1本の2面3線からなる構造となっており、列車交換や退避、折り返しが可能な地上駅でもある。互いのホームは古戦橋で連絡しており、浜田鉄道部管理の直営駅であるが、窓口閉鎖時間帯のワンマン列車における運賃生産方法は、 無人駅に準じる。古戦橋の中鉄製門柱は1890年に建てられたもので、中鉄製門柱としては日本最古のものであり、古戦橋の上りホーム側に説明板が取り付けられている。夜間には3番線に一本列車が留置されている。かつては駅弁も発売されており、駅前にあった駅弁業者の長屋製用券が調整した駅弁が発売されていた。 大田市の郷土料理の箱寿司が好評であったが、調整元の廃業に伴い、すでに発売を終了している。1番乗り場が下り本線、2番乗り場が上り本線である。上下副本線である3番乗り場は、特急の待ち合わせ及び、出雲市駅等駅間の区間列車の折り返し及び、終電留置に使われている。開業当日の乗降客人員は716人であった。 2018年度の1日平均乗車人員は496人で、ある。2004年度は657人、1994年度は883人、1984年度は1093人だった。近年の1日平均乗車人員は、以下の通り、大田市の代表駅で市街地の北端に位置する。大田市駅には、岩見交通のバスが発着する。 停留所がある。なお、大田市駅バス停に停車するバスは以上であるが、岩見交通大田営業所、大田バスセンターが、大田市駅の向かいにあり、以上の路線のほか大田営業所管内のほとんどのバスは、大田バスセンターが、始発、終着点となっている。特急、スーパー沖、スーパー松風、快速、アクアライナーの隣の停車駅については、各列車記事を参照のこと。 西日本旅客鉄道 D3 日本線区定駅、大田市駅、青函駅。ありがとうございます。